はい、今日はですね、6年4月10日ね、15時57分を待ったところでございます。いや、8日からね、続々と、ジャグラーガールズ SS がね、導入されてますけども、今日ね、うちの近所のパチンコ屋もね、新大会で、今日12時オープンでね、夜勤明けで今日夜勤3連勤目やのにもかかわらず、ね、午前中パン食うて薬飲んで、昼の薬の前飲むためにわざわざね、行ってきました。で、12時半ぐらいかな、着いた。早速ね、アイムジャグラー座ってね。365番台座って1000円でペカらずね。42ゲームぐらい回ったけど1000円でペカらず。次は390番台行ってね。37ゲームぐらいしか回らなかったね。1000円でペカらず。ね、2000円。2000円勝利してその時点でね。ジャグラーガールズも入ってないし、ね、うちの近所なんかジャグラーガールズなんか入るわけないやんな、もう。高いのに入れるわけないやん。6号機になって初めてファンキーが入ったぐらいの店。前までアイムジャグラーしかほとんどなかった。マイジャグ3の時にアイムジャグラーしかほとんどなくて、で、マイジャグ4もちょろっとだけ入ったぐらいのね、そんな店やのに、そんなマイジャグラーガールズの寝台が入ってくるわけないやん。ね。でしゃあなしね。カードにね、メダル5、20スローが25枚余ってたから、ね、それでそのまま5スロー行って、ね、92枚に変換して、貸し出しして、ビッグ1レギュラー1でね、301回転かな、150分の1のね、クソ代、5ゲームぐらいでいっぱい買った。5ゲームぐらいでいっぱい買ったぞ、あれ。そっからなんとね、あれよあれよと、ビッグ5のレギュラー1の6連チャンし、その時点1000枚出てたから5000あるからね、2000、実質2000しか使ってなくてね、5000あるんだから3000買ってねえから、今日の昼飯代浮いてたのに、ね、昼飯休憩行って帰ってきて、もうハマってハマって、ハマってレギュラー、ハマってビッグで飯休憩行って、1300円のね、ラーメン定食食って帰ってきて、260ゲームちょっとかぐらいかな、回して、だから激ベラシしてね、2000は3000円しか入ってきました。ということでね、今月5勝3敗ね、11,500円プラスでございますね。楽勝。もうジャグラーさえ打つときは間違いない。ね、どっかにジャグラーガールズの、画像落ちてへんかな。ね。サムネジャグラーガールズにしたらライブとね、アクセス、視聴回数取れそうやけどね。ということでね、今日も夜勤なんで。尋ねます。ありがとうございました。ジャグラー簡単だわ。